横浜港未来21クイーンズスクエア、横浜クイーンズスクエア、横浜スクエア内2階クイーンズスクエア横浜は神奈川県横浜市西区港未来の大型複合施設。3つの高層オフィスビルとショッピングモール、ホテル、コンサートホール等から構成されている。3棟の超高層オフィスビルが連なるクイーンズタワーやショッピングモール、シティホテルで構成される。 複合商業施設である。東急が事業主体であり、実運営は東急市会社の横浜シティマネジメント及び孫会社の横浜米ホテル東急が担っている。1997年7月18日開業。投資施設内をメインストリートのクイーンモールが貫いている。また、港未来地区の24外区にあたり、 隣接する横浜ランドマークタワー併設のショッピングモール、ランドマークプラザとは歩行者同線のクイーン軸を介して接続している。さらに建物全体を遠くから見た景観上はランドマークタワーを頂点としてだんだんと低くなるスカイラインを形成している。複数案の中からトルコリラグループの案が選ばれた。建物のデザインは 工業デザイナーの水戸岡英二が担当。なお、当初の計画では、パンパシフィックのホテル群れは、ミラーバリで、クイーンズタワーは格闘とも今より5階ずつ高く、高層部には39外区の、MM タワーズに先立ち港未来地区発の、都心型住居も入る予定であったが、計画段階時に、日本の経済状況等が大きく変化したため、現在の計画へ変更となった経緯がある。 2004年に開通した横浜高速鉄道港未来線の港未来駅とは地下3階で直結。また、敷地内にはショッピングモールの港未来東急スクエアがある。このほか、クイーンズタワー A の地下4から5階には港未来21熱供給の第2プラントがある。クイーンズタワーはクイーンズタワー ABC と3つのビルに分かれている。クイーンズタワーの中で クイーンズタワー A が一番高く、クイーンズタワー C が一番低い。各タワーへの連絡通路が17階にある。クイーンズタワー A は日記の本社になっており、ほとんどのキ材橋を使用している。クイーンズタワー BC には様々なテナントが入居している。郵便番号の下2桁は、階層で、地下、階層不明の場合は90が入る。投資施設内、 メインストリートのクイーンモールは、港未来地区の歩行者同線、クイーン地区の一部にあたる。このクイーンモール沿いや地下は、ファッション、スポーツ、キャラクター関連の店舗やレストラン、飲食店などを配置したショッピングモールとなっており、かつてはクイーンズイーストとアットの二つの施設に分かれていたが、2017年10月に統合され、港未来東急スクエアとして、 リニューアルオープンしている。クイーンモールのほぼ中央にあるクイーンズサークルでは週末などに様々なイベントが行われている。また、クイーンモールを東側に進むと横浜港未来ホール、展示会など幅広い目的で使用されている港未来ギャラリー、横浜米ホテル等級があり、さらに東端まで進むとパシフィコ、横浜方面への連絡橋、 クイーンモール橋に接続している。一方、西端側あようよう広場に面しており、同広場を挟んで、ショッピングモールのランドマークプラザと対面している。クイーンズスクエア開業と同時期に国内初のパンパシフィックホテルズとして、パンパシフィックホテル横浜が開業。2007年に東京急行電鉄は、統括会社のパンパシフィックホテルズリゾーツの 株式持ち分すべてをシンガポールの不動産会社へ売却することとなり、投資設は東急ホテルズへ経営移管されて、東急ホテルの一員となったため、名称もパンパシフィック横浜米ホテル東急に変更された。2010年7月31日まではジャルホテルズのメンバーシップ提携契約があり、ジャルホテルズとしての会員サービスも受けられた。 さらに2013年4月にはパンパシフィックホテルズリゾーツとの契約が満了となり横浜米ホテル東急への名称変更が行われた横浜米ホテル東急コスースによる巨大モニュメントザ・バウンダリーズ・オブ・ザ・リミットレスがい定員地下5階の港未来駅に続くダイアトリウムで2004年の駅開業時に整備された壁面にはジョセフ・コスースにより 2214メートルの黒、三陰石に白色ネオン管で、フリードリヒ・ホンシラー、デンマーク王子アウグステンブルク港に当てた美学的なことに関する書簡27号の一部の引用が刻まれている。樹木は生育することのない無数の芽を生み、根を張り、枝や葉を広げて、個体図書の保存にはあり余るほどの養分を吸収する。樹木は、この溢れんばかりの過剰を使うことも、 享受することもなく自然に返すが、動物はこの溢れる養分を自由で危機とした自らの運動に使用する。このように自然は、その所言から生命の無限の展開に向けての序曲を奏でている。物質としての束縛を少しずつ断ち切りやがて自らの姿を自由に変えていくのである。フリードリッヒ・ホンジラー横浜米ホテル等級に関するカテゴリー、ありがとうございます。